いらっしゃいませ。こちらハロウィン交換所。交換していかないと、いたずらしちゃうぞ。なんでやねん。びしっ。あいつ。<laughs> こうしてほうぼうの学園を回ってみると、どこも個性豊かですごいなって思えてくるよ。僕らも負けてちゃいられない。ね。 こうして、ぐるぐるちょちょいった。はい、出来上がり。お店のハロウィン新名物を考えてみたんだ。名付けてエビス巻き。さあどうぞ、試食してみて。解いて食べるのめんどくさいうん、まだまだか。いらっしゃいませ。えもう出発の時間 すぐに準備をうう包帯が絡まってくっいた <laughs> ったミイラ男も大変だう包帯を巻き直してくれるの <laughs> ありがとうちうほどいてるだけじゃないか、えー、ストップストップこれ以上はまずい アザトース君の首飾りから黒い手が出てきて僕のふりしていたずらするよこれ返却したいんだけどいいかなあトウジ君って芯が強くて尊敬するよ彼が警察官になってくれるならこの東京の治安も安泰だよねどうしたの どこか体を悪くしちゃった泣いちゃうくらいに痛いの <laughs> よしよしつらかったねその苦しさ僕にもきっとわかるから <laughs> ああ終わったみんな元気で大変だったねでも楽しかったなずっと君と一緒だったから <laughs> ハッピーハロウィンお疲れ様お菓子くれるのもらうなんて久しぶりだよ僕の家業はいつも配る側だもんねでも楽しいよ子供たちの笑顔が見られるからねエビスマワシって知ってる芸人の一種なんだけど。 僕ら七福の使いはめでたい宴によく呼ばれたよ。集まったみんなをふくぶくしく笑わせるのが僕らの仕事の一つだったんだ。